バリオバーンはドイツで開発された路面電車路線向けの超低床電車。複数の企業を経て2020年現在はスイスのシュタトラーレールによって展開されており、展開当初はバリオトラムとも呼ばれていた。バリアフリーに適した床上高さを 350mm まで下げた連接式の超低床電車。設計にはモジュール構造を採用しており、 顧客の需要に応じて様々な機関や社服、編成長が選択可能である。両開き式の乗降扉の幅は1350ミ、mm、リメートルと広く、乗客の乗降の容易化や迅速化に貢献している。付随台車は車軸を持たない独立車輪台車が用いられている一方、動力台車については、各車輪の外側に手電動機が設置された独立車輪式台車と車軸を、 有する通常のボギー台車の2種類が存在しており、前車は車内全体が低床構造である一方、後車は騒音や振動が抑制される反面動力台車が存在する車体の床上高さが高くなっている。2020年現在製造が行われているのは前車である。バリオバーンはもともとアブが開発した車両であったが、1996年に 鉄道車両部門がアイグの鉄道車両部門と合併し、アドトランツとなり、バリオバーンは同社が展開する超低小電車ブランドとなった。その後、アドトランツは2001年にボンバルディア、トランスポーテーションへ吸収されたが、独占禁止法に抵触するという理由から、バリオバーンのライセンスや販売権については、スイスのタドラーレールへと移管された。ただしラインネッカー交通や、 シティバーン・ケブニッツ向けなどそれ以前に契約が完了していた車両については引き続きボンバルディア、トランスポーテーションが製造することとなり、オプション分の発注を含め2010年代まで製造が実施された。一方、シュタット・ラーレールではドイツの首都ベルリンのパンコークにある工場を用いて2005年からバリオバーンの製造を再開しており、ドイツ国内に加えて、 イギリス・ロンドンをはじめとした世界各地の路面電車へ向けての生産を実施している。これら以外にフィンランドのヘルシンキ市電向けに製造された車両については同国の鉄道車両メーカーであったトランステックとアドトランツ及びボンバルディア、トランスポーテーションの共同生産が実施されている。1993年にドイツケムニッツに試作車が導入されて以降、 2020年の時点でバリオバーンは以下の地域に向けて製造されている。ただしオーストラリアシドニー向け車両やフィンランドヘルシンキ向け車両など一部については2020年時点で営業運転から退りている。ありがとうございます。